ついに私のアポトーシスが発現したか。ただろう、ここに誓いを果たしてやる。クラフト、ラインハルト、ハイドリヒ。望み通り、絶命という死をくれてやる。なるほど、KもKで己が真実を欲するか。その気概、ことほご、なんとも愉快なことだな、カーリオ。これも妙理と言えるのではないのかな。私も彼も等しく解脱を求めている。己の祈りを信じながら思いを完遂すると決めているのだ。もはや父の庇護はいらんとな。故に K も K で子に超えられる充足を楽しんでみるがいい。存外とそこに未知があるやもしれんだろう。いいや、私はこれこそしかりと感じているぞ。少子な、まるで奇跡のようなそれは勘違いだ、我が友、そして我が息子よ。私はこんな展開など望んでいない。はあ、その事実が震えるほどに私の全てを打ちのめす。今ここに
しを求めた。それのみを願った。その果てに筋書きを外れたならば確かに是と言えるのかもしれんがね。だが違うのだよ。座にある私は否と告げる。ああ嫌だ、認めない。このような終わりなど許せない。私はお前たちが狂おしく愛しい、愛わしく腹立たしく、ああ冗談ではない。だが讃えよう我が子らよ。この時こそ私はずっと待っていたと、そう感じる魂にも嫌はない。前は積んでる、自覚しろ。英語回帰の終焉だ。しかりその基地感は枯渇している。迷惑だ、今こそ幕を引くとしよう。違うな、これは始まりだ。新たな世界への幕開けとなる。故にお前たちはもういらん。これより先は女神の一人舞台でなくてはならぬから、用済みの役者には退場願おう。それが私の座の意志と知れ。これ以上お前の手玉になるつもりはないんだよ。ついさっき前まではそうするしかないのかと内心忸怩たるものがあったけどな。そこはお前と同じで連れに恵まれてたから助かったよ。ああ実際そのことだけは感謝している。俺の本当の名前が何なのか、まだそれはわからないけど。お前を倒せばその部分だけが絶対に残る。水銀の自滅衝動は人であった俺には関係ないものだから。
消してやるよ。お前とお前からもらったこの力を。はあ、ようやく兵が同じところに降りてきたと感じるよ。いつも影のように兵は言った。一歩下がって私を立て、しかしその実追従していたのはどちらの方か、今や考えるまでもない。高原は遥か上、見上げる、挑む、皆初めてのことだ。感謝しよう、我が友よ。そしてケイも、ことここに至ってはもはや大隊などと呼べないが、ケイはケイだ。尊き刹那よ、私と友の古城に割って入るななどと言いませぬ。むしろより華々しき戦となった事態を嬉しく思うぞ。もとよりこの身は無限の闘争を望む者、私は全てを愛している。ゆえもろともに壊してやろう。来るがいい。言われなくても。